旧図書館の外観池田町交流センター、楓えで西口、川外観池田町図書館は、長野県北隅国池田町にある、町立図書館である。公民館機能と図書館機能を合わせ持つ複合文化、施設、池田町交流センター楓えでに入居している。センターの愛称、楓えでは、池田町のシンボルである、大峰高原の七色を楓えでにちなんでおり、 それぞれが気軽に集い楽しみくつろぐ居場所を目指している。池田町社会資本総合整備計画の一環として、スーパーマーケット、アップルランド池田店の跡地に整備された。2017年12月着工、当初は2019年3月の竣工を予定していたが、下水道管と電線、電柱の移設工事遅延、鉄筋や型枠の加工職人確保に時間がかかったため、 後期を4ヶ月延長し、8月31日に、竣工式を行った。旧図書館は移転作業のため5月5日をもって閉館し、翌5月6日から移転までサービスを休止した。旧図書館の開館から閉館までの、延べ貸し出し人数は36万1210人、延べ貸し出し冊数は121万5050冊であった。所蔵していた7万3000冊のうち、 2000冊の除石本を除いた本を新図書館に搬入している。除石本の処理は町民有志のボランティアの協力を得て行われ、7月7日に開催された図書館採用ならイベントにて無料配布された。交流センターは9月1日にオープン。図書館は遅れて10月25日にプレオープンし、11月3日に全館オープンを迎えた。開館を記念して、 近隣の高瀬中学校の生徒が手作りしたしおり2000枚が館内で配布された。10月25日から11月3日に開催された池田町芸術文化週間のイベントには教育評論家の小木直樹によるグランドオープン記念講演会を含め延べ2000人が訪れた。2017年10月1日から北アルプス連携自立県の私立大町図書館池田町図書館 松川村図書館、白馬村図書館、小谷村図書館で相互利用を開始した。地域内の在住、在勤、在学者が各図書館を使用できることとした。2018年4月1日からは、どの館でも資料の返却と取り寄せを可能とする相互貸借も開始した。ありがとうございます。